はい、皆さんこんにちは。格闘技ボクシング情報チャンネルです。今日は、先日行われたライジンランドマーク4についての、答え合わせ動画を、していきたいと思います。あと、試合を見た感想なども見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。試合結果に触れますので、まだ見てない方は、ぜひ、試合を見てから、こちらに戻ってきていただけるとありがたいですので、よろしくお願いします。では行きましょう。はい、このオープニングから出ている画面ですが、二重丸は、勝敗と勝ち方も当たったところ、丸は勝敗のみ当たったところ、×は、勝敗も当たんなかったところという風になっています。で、今日なんですが、全部の試合を感想を言ってると大変な時間になってしまいますので、何試合か抜粋してやっていきたいと思います。では、最後までぜひ、お聞きください。よろしくお願いします。はい、今回ちょっとびっくりしたのが中村選手と空選手の試合でした。中村選手ここのとこ3連敗っていう形だったので、ちょっと厳しいのかなと思ったんですが、試合が始まってからは的確に、打撃を与えて、空選手のタックルもきっちりこう切って、自分で立ちの展開に戻すっていうところで、すごく良かったなと。スタミナが切れてからも、要所要所でちゃんと対処してったところで、空選手に、それは選手を振り切って勝って判定勝ちっていうのはすごいなと思いました。こう一度なんか落ちてきた選手ってそのまま落ちていってしまうイメージがあるんですけど、ここで盛り上がってもう一回勢いをつけていくっていうきっかけを作れるっていうのは本当に力のある選手なんだなっていうのに、感動しました。はい、次はサラミ選手対ラーラ・フォントーラ選手です。ラーラ選手がこの前の試合は結構ガンガン前に行ったので、で組の展開作ったので今回も行くかと思ったら、終始ずっとラーラ選手下がったままというか待ったまま、ケージのちょっと前のぐらいのところで待ったままっていう展開になったのが意外でした。サラミ選手との身長差があったので、サラミ選手が入ってくるところを打ち抜こうっていうようなイメージだったと思うんですが、電話の展開に持っていかなかったっていうところがちょっと、意外なところだったなというところです。もうサラミ選手は根性勝ちっていうところもあって、カットもあったんです。バッティングでカットもあったんですけど、まあ、それにも臆せずこう必要なタイミングでいけるタイミングでガンガン前に出て、最後は、テイクダウンを取って印象としても完全に、ラーラ選手を抑え込んだというような形で追われたっていうのは、やっぱりサラミ選手シュートのチャンピオンなだけあって、もう戦い方というか勝ち方っていうのがよく分かっている選手なんだなと。総合力の高さが、光った試合だったんじゃないかなと思いました。私はまあ期待も込めてなんて言っちゃったんですが、ラーラ選手で予想したんですが、やっぱサラミ選手の根性っていうところと勇気が上回った試合だったなというような印象です。はい、続きましては元谷選手対倉本選手です。いやー、この試合やっぱりすごかったですね。お互いの良さを出そうっていうところの、攻防がすごかったと思います。で、元谷選手はやっぱりそして強いなーっていうのは印象的でした。滝沢選手と戦った負け方が結構こうすごくこう差のあるような負け方をしたので、元谷選手がちょっと落ちてきてるんじゃないかっていうような印象だったんですけど、全然そんなことはなく、その後、金太郎選手に勝ち、山里奈選手に勝ちっていうような形で、来ているっていうところで、やっぱり、このバンタム級の実力者なんだなと。バンタム級のトップに入るためにはこの元谷選手が番人のような感じになっていて、今までそこにチャレンジしてきた選手を全員抑えているっていうような、門前払いしてるっていうような形になるんじゃないかなと思います。倉本選手、ケージなんですが、やっぱりなかなか組ませてもらえないし、組んだとしても元谷選手の仕掛けが、寝技の仕掛けがあったりということで、がっちり抑え込んで、得意の膝であったりパウンドであったりっていうのをこう的確に当てる場面っていうのがなかなか作れなかったなっていうのが印象です。で、元谷選手もやっぱりこういろんなところで、上手で、抑え込まれないように寝技の展開を作っていったり、やっぱりその打撃とかも、単発じゃなくてこうコンビネーションで当てれていくっていうのもすごく今回倉本選手が攻めづらかった一つの要因になったんじゃないかなというような感じです。予想はまあ、予想通り元谷選手判定勝利だったんですが、本当に倉本選手も最後まで諦めずにガンガン打ち合いに行ったり、勝つっていう意思を最後の、試合終わるまで見せてくれたっていうところが本当に面白い試合で、ベストバウトだったんじゃないかなと思わせるような試合でした。はい、続きましては、鈴木千尋選手対今成正和選手の試合です。この試合も、怪我で、真島選手の怪我で、鈴木選手が大抜擢っていう形で組まれて、本当に、今まで今成選手と対戦した選手の中で一番対策を練れなかったんじゃないかなっていうような、気がしていました。そして、試合の準備もどれくらいできたのかなっていうところで、私は今成選手は1本取るっていうふうに予想してたんですけども、まあ、実際は鈴木選手が、いい勝ち方をしたなっていうような印象です。で、やっぱり、今成選手の、足感を、気をつけながら戦っていく、
体勢を低くして、ジャブであったりっていうところをちょこちょこ打ちながら、今成選手が、足を取りに来るタイミングで避ける。でもう1回目の足取りに来た時なんてジャンプして避けてたんで本当に集中してたんだろうなと。でそれが普通だと、3ラウンド持たないかなと、その集中が3ラウンド持たないかなと思ったんですけども、やっぱり普段からきっとすごく練習されてて反応も良かったし、集中も切れないでずっと戦っていたっていうのがすごかった鈴木選手のすごいところなんだなと、いつでも戦える選手なんだなっていうのをすごく感じました。で今成選手も今成選手で、自分のスタイルっていうのを守って、足感を狙いに行くんですが、なかなかその足に、触ることができずっていうような形でやりづらそうだなという感じでした。で、2ラウンドに、鈴木選手が、ブレイク明け突っ込んでいって、で踏みつけのような感じになった時に足をがっちり、取って、あここで今成選手足取れるかと思ったんですけども、そこはやっぱりその鈴木選手は足感から逃げるっていうのももちろんやっていたんですが、それ以外にやっぱりその打撃、自分が得意な打撃も、使ってかかと落としであったり、蹴る、動きをしたりして、もうどうにかこうにか引っこ抜いてやろうっていうのの逃げ方が良かったんじゃないかなと。寝技の選手なので、今成選手は寝技の選手なので、ただこう逃げようとする人を捕まえるっていうのはすごく得意だと思うんですけども、打撃が入ったことで、今成選手の集中が少し、こう足感に向けられない部分があって、打撃を気をつけながら足感を取ろうとしたので、逃げれたっていうのはあるんじゃないかなと。結構鈴木選手インタビューでは足決まってたらしいので、やっぱりそこの暴れたところっていうのが今回勝敗を分けた大きな一つのポイントになったんではないかなと思いました。であそこで逃げ切ったことで、3ラウンドは、鈴木選手のペースで、試合が進んでいって、決して今成選手から逃げるすぎるわけでもなく、ちゃんと向き合いながら戦って、要所要所で、攻めていったポイントを取っていった鈴木選手が、勝つっていうところが、すごく、いい試合だったなという印象です。やっぱり鈴木選手ここから上に上がっていく選手なんだろうなというのをすごく感じました。どんな勝負でも逃げず、戦って、できることをやって、勝ちにつなげていくっていうのはすごいところだなと思いました。で私今成選手すごく好きなので、やっぱりどんな相手でもその一本取るんじゃないかなっていうワクワク感がすごく膠着してても、緊張感がすごいなと。こう何もしてない時間もワクワクしたりとかドキドキしたりするっていう試合を作れる人って、多分今成選手を置いて他になかなかいないんじゃないかなって思うぐらいのその緊張感を持たせて、試合を楽しみにしてくれる、今成選手も、まだまだこれからも続けてくれることを期待しています。なので、予想は今成選手取ってくれるかなと思ったんですが、鈴木選手の出来が私が想像してた以上に良くて、今成選手が、負けて鈴木選手の判定勝ちという形になりました。はい、最後は山松ドミネーター選手と平本選手です。これは私2回予想してまして、怪我を知る前が、山松選手が、判定勝利で、怪我が分かった後というね、会見の後に、出した予想が3ラウンドで山松選手が KO 勝ちするんじゃないかっていうんですが、どちらも外れてしまいました。平本選手が前回の怪物くん等の試合で予想の時も言ったんですが、MMA での距離感を身につけたっていうところは分かったので、山本選手も簡単には勝てない、展開になるだろうとは思ったんですが、まさかここまで完璧に仕上げてくるとは思わなくて、もう本当に山本選手がこういろいろこう動きながら、戦っていくっていうところをどっしりと構えて、打撃の選手とあそこまでしっかりこうどっしり構えるっていうのも菊野選手ぐらいしか今まであんまり見たことなかったんです。で、菊野選手の戦い方ちょっと似てるなっていうような雰囲気も感じたんですが、やっぱりスピードがすごくて、山本選手がこういろいろフェイント入れながらも入ってくるときには的確にカウンターを当てていく。で、連打の中でもコンパクトに連打が打てるので、先に、連打打ち合いの展開でも先に当ててダウンを取るっていうような形で、山本選手もこうできることがだんだんなくなって、でタックルに行っても、タックルを切るのもしっかりできていて、結構山本選手足へのタックルが多かったんですが、もう足へのタックルの対処も完璧で、そこで外して、展開を作っていくと。で打撃でいいのが当たってダウンしても無理に突っ込まずに、相手を立たせたりして、やっていくと。で足の怪我の影響もやっぱりあったのか、蹴りはほとんど打たなかったんですけど、もうパンチだけで山本選手を支配してしまったなというのが、印象でした。山本選手苦戦すると思っていても、やっぱりここまでの完成度であるっていうのはやっぱり平本選手天才なんだなと、
いろいろもちろん練習して、新しいことに取り組んで勝てるようにっていうのを研究してっては思うんですけども、それが4試合目でできてしまうっていうのはやっぱり本当に平本選手って、今までは打撃のセンスっていう言い方だったかもしれないですけど、格闘技のセンスとして天才的なセンスを持っている方なんだなっていうのがすごく、思いました。まあ、今回怪我の中で出てきてっていうところで、私は KO 負けするっていうのを後半の予想で出したんですが、全然予想とは違って平本選手が、試合を、ドミネートする、まさにドミネートするような形で、本人も言ってたんですけど、打撃の塩漬けっていう形を作ったなと、いう印象でした。アデサニア選手、UFC のアデサニア選手もなんかこうタイプ的には似ているような感じがして、もう打撃で圧倒してチャンスの時以外は無理には攻めないっていうのが平本スタイルとして、確立されているんじゃないかなと、思いました。本当に、これからが楽しみで、まあ怪我がまた骨折しちゃったって言ってたんで、次は来年になってしまうと思うんですけど、これからトップ選手たちとどう戦っていくのかっていうのがすごく気になっていく、ワクワクするような、試合になったと思います。山瀬選手、今回ちょっとダメージあったんで、しっかり休んで、お仕事、なんか火曜日からお仕事行くって言ってたんで、またしっかり休んで、整った状態で、ベストな状態で、フェザー級の試合がまた見たいなと思いました。はい、というような感じで、今回全部の試合を感想言ってると大変なことになってしまいますので、このような感じでいくつか抜粋してお届けさせていただきました。どの試合が当たってどの試合が外れたかっていうのは、今ここの画面に出しているような感じで、まあ6勝5敗みたいな感じ、まあそうですね、7割ぐらい当たれるようになるともっと視聴していただけるようになっていくんじゃないかなと思うんですが、なかなか予想も難しく、当たることも難しいので、これからもよく格闘技いっぱい見て、また、予想をさせてもらえればと思います。で、こうやって答え合わせて、自分がちょっとここが至らなかったなとか、この試合がこういうとこと面白かったなっていうようなのが、また皆さんと共有できればと思っています。いや今回はでも本当平本選手すごかったなというのが一番の印象です。また大晦日に向かっていろいろ発表があると思いますので、情報を出したり、切り抜き出したり、また勝敗予想出させてもらったり、していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではまた。